ですか？撮影中とか、ビデオ会議中に困ることっていろいろありますよね。ありますね、停電とかね。VTuber 即死だね。撮影中とか、ビデオ会議中に地味に困ること、それはね、雑音が入り込んじゃうっていうことなんですよ。それね、それを解決するすごい機能ができたんですよ。その名も RTX Voice。 何ですかそれは。これはね、マイクの拡張機能で、キーボードの音とか、環境音とか、そういう雑音とかのノイズをかき消してね、声だけを聞くことができるんですよ。地味。舐めてんね。これはもはやね、魔法よ。マジック。チャラリラ。まずはね、どれくらいすごいのか聞いてもらいましょうか。聞かせてみる。はい、準備してきました。この上に出てるのがね、音の波形ですね。わーすごっ。レイたちの音が入って、波形が動いてるんですね。やば。いや、これは普通ですよ。やばいですね。で、こちらのね、RTX ボイスのチェックをね、オンにすることで雑音が消えます。そうなんですね。では今回の雑音担当に登場してもらいましょう。誰？ドライヤーくんです。いやいや無理でしょ、ドライヤーは。ドライヤーって、でもさ、この音が消えたらさ、魔法ですよね。これはミラクルですわ。すごいよね。ではまずはドライヤースイッチオン。すごいドライヤーが鳴ってます。さあ、みんなにもこのドライヤーの音が聞こえてますよね。ゴーという音、すごい入ってますね。それではこれからね、魔法の RTX ボイスをね、オンにしますよ。いきます、せーの、オン。さあどうでしょうか皆さん、ドライヤーの音未だに聞こえておりますでしょうか。さあどうでしょうか。私の声しか聞こえてないんじゃないですか。それではオフにします。オフ。すごい。どうでした？全然聞こえてますね、ドライヤーの音。そうだよね、はい、あと直でドライヤーの音聞いてるんで、それは当たり前なんですよ。はい、すごかった。視聴者のみんなにはドライヤーの音が消えてたんですよ。マジ？それでは、続いて、レベル2、雑音を増やす。雑音2号担当はな、お前だ。私だよ。リズムカルに叩いてくれ。オッケー、任せな。いいか。それでは、雑音オン。さあみんなにはこのドライヤーの音とトントンという音が聞こえているのだろうか。さあうるさい。それでは魔法を使っていきましょう。いきます、せーの、オン。さあどうでしょうか。今魔法をつけたところだ。私にはドライヤーの音とトントンという雑音が聞こえているのだが、みんなには私の声しか聞こえていないと思う。さあこの魔法をみんなにかかっているのですか。私の声しか聞こえていないはずだ。それでは魔法を解いていこう。せーの、オフ。さあどうでしょうか。魔法が解けてしまった。みんなにはドライヤーの音とトントンという雑音も聞こえているはずだ。さあすごかったな。それではね、さっきのね、実際に聞けなかったので流してみましょうか。はい、ではまずはね、はい、ドライヤーだけつけた時の聞いてみましょう。はい、いきます、スタート。ではまずはドライヤースイッチオン。あきぼ、うるさ。すごいドライヤーが鳴ってます。風だ、すごい。外の音見て、うるさね。みんなにもこのドライヤーの音が聞こえてますよね。風がマイクにめっちゃ当たっていいよ。ね、すごい入ってますね。うるさ雑音だ。それではこれからね、魔法の RTX ボイスをねオンにしますよ。さあどうなるの？せーの、オン。どうなる？
どの？どうなの？さあどうでしょうか皆さん。すごー！ドライヤーの音、未だに聞こえておりますでしょうか。いや、あんたの声鮮明すぎかよ。さあどうでしょうか。すごくない？私の声しか聞こえてないんじゃないですか。デイちゃんの声しか聞こえない。はい、続いて、雑音第2号。第2弾。オメガリオのトントンを足したバージョンをね、聞いてみましょう。そうだね。それでは、スタート。よし。それでは、雑音、オン！うん！オン！さあ、みんなには、このドライヤーの音とトントンという音が聞こえているのだろうか。聞こえてる！うちも！うるさい！それでは魔法の、魔法を使っていきましょう。いきます。なこいつ。せーの、オン！なんだ、オン！さあ、どうでしょうか。今魔法をつけたところだ。私にはドライヤーの音とトントンという音が聞こえているのだが、今私の声しか聞こえていないと思う。本当だ。デイちゃんの声しか聞こえない。魔法をみんなに。なんか変な音聞こえる。私の声しか聞こえていないはずだ。ちょっとね、あの安定しない時もあるけど、そうね、でも基本的には雑音聞こえないよね。確かに確かに。すごい。あ、すごい。トントンがさ、強かったんだ。そうかも。みんなにはドライヤーの音と。お、すごい！いやー、すごかったよねー。いや、すごかったですね。これ使えば、撮影前にエアコンとか切らなくてもいいってことですよね。そうだよ。でもね、オメシスはね、レイとね、リオちゃんのマイク2つでね、2チャンネルで撮ってるからね、ちょっとね、使えないんだよね。あとね、ちょっと2人で喋ってるとリオちゃんの声がね、なんかノイズ扱いされちゃうんですよね。おい、なんで俺の声がノイズなんだよ。おかしいだろう。くさ、じゃあいらないってことですか。いや、2人のね、音を調整した後に、後からね、ああいう大きな雑音とかをエフェクトとかでノイズ除去できるようになったらいいなって感じですよね。ああ、そうなんですね。そうですね、そうですね。いや、でもね、普通にね、ディスコードとかズームとかでもね、使えるので、自宅の環境音をね、出したくない人とかにはおすすめできる機能なので、ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。使えるパソコンとかもね、GeForce を積んだ PC じゃないといけなかったりもするので、その辺はね、概要欄からご確認ください。確認してくれ。チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバイ。